トキトくん、お手紙ありがとう。確かに私、もういろんなこと知っちゃったね。洗濯機使ってみたいし、エアコンだっけ？そんなものがあったら今みたいに暑い季節は家から出なくなっちゃいそう。未来にはこんなものができるんだよってみんなに言って自慢したいけど、絶対信じてもらえないよね。なんだか悔しい。トキトくんに会えるまで絶対長生きするよ。約束。